魚以降は、バラカ桜属の植物。大島桜を元に生まれた日本原産の栽培品種の里桜くんの桜。名前は、江戸時代中期から見られ、その由来は、貴族の衣服の萌え木色に近いため。別名は、みそぎ。日本家の海有機農場にて、江戸時代に、京都の仁和寺で栽培されたのが、始まりとされる、荒川邸で栽培されていた里桜の一つ。 江戸時代にシーボルトが持ち帰った標本が現存している。最大の特徴は、ウコン、スマウラフゲンゾウ、その里木桜、その里緑竜と同じく黄色、黄緑、緑色系の花を咲かせることである。DNA 解析により枝代わりの可能性が指摘されている。 花弁に黄色のカロテノイドと緑色のクロロフィルを含む葉緑体を持つ性質はウコンなどと同じであるが、ウコンは緑色のクロロフィルが少量のため黄緑に見え、魚コウはクロロフィルが多量のためより濃い緑色に見えると考えられている。樹形は高木の杯上、八十咲きの黄緑に近い緑色の中輪の花をつける八重桜である。東京、京都市。 石川県白山市での夏季は4月下旬。場所や時期によって花の大きさや色合いなどに大きな差があり、花の大きさは京都市や有機市で直径2から2.5センチメートル、北海道松前町で4から4.5センチメートルなど場所によって異なる。花弁数は10から15程度の八重咲きで、花弁は肉厚で外側に反り返る。色は白色から弾力色である。 中心部に紅色の乗船があり、開花時には目立たないが、次第に中心部から赤みが増してきて、散る頃にはかなり赤くなる。また能力色の部分の裏側には、ウコンの花にはない気候も存在する。珍しい桜ではあるが、沖縄県を除く日本各地の100カ所以上で見ることができる。また、現在は合併してなくなったが、かつては、 秋田県東百合町の町花であった。理科学研究所では2007年に魚以降に14ビームを照射し、開花頃には炭鉱緑白色、終わりの頃に炭鉱ピンク色の新品種、西名竿を開発した。14ビームを照射して桜の新しい栽培品種を作出したのは世界初の試みであった。なお理研は、 重イオンビームを照射して、西の座王の他にも、京王桜から西の乙女を、春月花から西の春花と西の小町を作出している。ありがとうございます。